ですね、やはりあの、はい、いかにしてあの、はい、お客様の方にですね、はい、あの球の方を、はい、遊びをちょっと見せて、はい、ドキドキ感を見せていただくかということで、 なるほど、はい、そういうところが難しかったところです。そうですか。女の子は3人なんですか。そうですね、今3人なんですけども、そうですか、他にあのキャラクターが少し大当たり中に、はい、あ、そうなんですか。なるほど。ちなみにどの子好みですか。個人的には今の、あ、ちょっと青い髪の子ですね、はい、あ、私も好きです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ということで西陣さんでした。西陣でした、はい、で西陣さんの横にあるのがですね、はい、山陽物産さんの、はい、羽生み物語。羽生み、これ羽物なんですか。これ羽物です。今ちょうど、ちょうど V に入った。おお、おめでとうございます。あれが、後ろの図柄が今通常ですけれども、あれが、はい、格変図柄になると時短がつくと。あ、なるほど、うん、まあ、その前にあの西陣さんの方にのデータなんとか異常で出てますけど。あ、異常検出してますね。これなんでしょう。まあ、こんな時もありますよね。そうですね、よくあると思いますね、はい、じゃあ山陽さんにもお話を伺ってみましょうか。そうですね。あ、すいません、酒パワーと申します。ちょっとお話をお伺いさせてもらっていいですか。はい、はい、あ、じゃあマイクの方を。ありがとうございます。今日は、羽生みと、あとコンセプトキーでしたっけ、はい、展示されてるのが、はい、あ、なるほど。ちょっとこれ羽生みのなんかいいところを。そうですね、はい、まあ、今回ここに設置させていただいているのは、はい、あまり市場に、はい、出てなくてですね、非常にあの希少価値が高い、はい、あの機械になってるんですけれども、はい、まあ、そういったことで今日まあ、ちょっと地味な感じはするんですけれども、はい、お客さんが誘致していただけるかどうか心配してたんですが、はい、まあ、非常にたくさんの方が、あ、そうですか、誘致していただけて、そうですね、ありがたく思ってます。今市場で結構羽物が少ないと思うんですけども、はいはい、今後羽物とかは、はい、ある程度リリースする予定とかはあるんですか。そうですね、まあ、近々、はい、その予定はありますので。あ、そうなんですか、はい、また楽しみにしていただければ、はい、いいかな。ぜひみんな期待していると思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。あ、なんかアピールしたいことあれば最後に一言、こちらに向かって。はい、なんか信頼とか出るんであれば、はい、ついこの間ですね、はい、男はつらいよを、はい、メディアの皆様に発表させていただきました。はい、ぜひ皆様行っていただきますように、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。はい、山陽さん。あ、俺のこっち、あ、わかりました。はい、はい、ということで。そうですね、あ、じゃあこっち、こっちから行きますか。あ、ちょっと前通らせてもらって、はい、すいません、失礼します。次、三世さんですね。三世さんの新機種ですね、はい、G1ドリームこれはまだ出てない。もう出た、もう出た、もう出た。おー、今週からですか。先週、今週、先週ぐらい、先週ぐらい。なんか右側のあのランプくるくる回ってるのがすごいですね。右側のランプがくるくる回ってる。あの今青き光ってる、ね、G1 のあれがくるくる回ってる。ああ、なるほど。まあ往年の、ああ、本当だ、メーバーが出てますけども。そうですね、これあれですよ、パチプラスっていう、パチンコでの枚数の機能、ほう、搭載されてまして、自分の馬が育てられると。それはあれですね、パチクエで培われた三世独自のノウハウを元に作られてるわけですね。ええ、わかります。インタビューは、インタビューしましょうか。すいません、三世さん、ちょっとインタビューお願いしてもいいですか。酒パワーですか。はい、酒パワーです、よろしくお願いします。あ、よくしてますね。あ、ありがとうございます。ちょっとマイクを、はい、結構これ音拾いにくいんで近づけてもらっていいですか。はい、はい、あ、マイクを近づけてもらっていいですか。あ、ごめんなさい、はい、聞こえますかね、これで。はい、多分大丈夫だと思います。ちょっと G1 ドリームの、はい、はい、なんかいいところを紹介してもらいたいんですけど、こいつ今飾ってるのが、来月導入のライトミドルのバージョンなんですよ。あ、そうなんですか。スペック違い、スペック違いですね、はい、180分の1でっていう、ちょっとスペックダウンというか、はい、ちょっと近づく当たりやすくするやつで、はいはい、ただ他のライトミドルと違って、こう出玉1500発ぐらいあるような、ほう、ちょっと出玉感があるようなライトスペックですので、はい、遊んでいただけて、さらに出玉を楽しんでいただける作りにはなってますので、はい、なるほど、ぜひぜひにと思ってるんですけども、はい、あ、そうですか、はい、じゃあこれを来月からは楽しめばいいわけですね。はい、はい、レースとか、マックスとかでも、はい、十分楽しめるんですけども、こういうのがもっとで、はい、レースとかがちゃんと楽しめるようになってますので。なるほど、ファンの皆様には楽しんでいただけるようになってるんじゃないのかと思ってますので、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。ちなみにどの馬好きですか、 G1 の中では。僕あんまり受け馬がわからないので、はい、あ、そうなんですか。まあ、でもうちの前のオグリキャップのイメージ強いので、やっぱりオグリキャップが。そうですね、オグリ単体で出ましたもんね、前はね。ただ今回
回ははい、ファンの皆様に楽しんでいただけるように、はい、選んでいただける馬は30種で、はい、敵として150種、はい、馬が出るようになってますので、はい、競馬ファンの方には納得したわけじゃないのかなと。なるほど、わかりました。こんなもんでよろしいでしょうか。あ、よろしいです。あ、次期種何が出るんですか。いや、あの、何にも決まってないですよ。まだ決まってない。僕たち来月何してるのかなっていう。いや、見たいと。何も決まってないんで。あ、わかりました。さあ、何か決まったらまたよろしくお願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。すいません。三世さんでした。はい、三世さんでした。じゃあ次行きましょう。はい、次、三協さん。三協さんの、タイガーマスク。すいません、三協さん、ちょっと三協さん、すいません、ちょっとインタビューを。え、あー、まあ三協じゃないですよね、すいません。あ、はい、これじゃちょっと近づけてください。はい、はい、どうすればいいですか。え、あの、大泉さんです。あ、大泉です。はい、大泉さんに、あの、三協の直視を。そうですね。三協のなんかタイガーマスクと X ジャパン見てましたけど、なんでですか。これは、はい、素晴らしい時代ですね。あ、そうですか。はい、あ、なんかパチンコやるんですか、よく。あ、全然やりません。やらない、やらないで、ね、こういう時に限ってちょっと見とくやと。はい、あ、そうですか。G1 ドリームの方がすごいですよ。 G1 ドリーム、はい、あ、そうですか。はい、え、どの馬好きなんですか。僕ここにはいないんで。いない、はい、え、何が好きだったんですか。このいない、サイレンスズカですかね。あ、え、います、います、出てますよ。はい、いますいます。あ、俺もサイレンスズカ好きなんですよ。逃げ馬大好きですよ、ね、あ、いいですね、サイレンスズカ、はい、そうですね。なんで、まあ、ちょっと残念な結果に終わってしまいましたけどね、最後は、はい、あ、そうですか。じゃあサイレンスズカにだったらもう20万も30万もつぎ込んでいいかなぐらいの。まあ単勝1点であれば。はい、そうですね。パチンコに突っ込んでもいいの、もう全然問題ないじゃないですか。まあ2000円までぐらいですかね。2000円、全部少ないな。あ、そうですか、はい、じゃあそれをちょっと今度酒パーで一緒に打ちに行きましょうか。あ、そうですね、はい、もちろんあの店には何の断りもなくですね、はい、無断で打ちに、はい、お酒も持ち込みですよね。もちろんそうですね。酒飲みながら打とうみたいな、はい、そうですね、はい、それよりあれ貸してください、リラックマン。あ、リラックマン打ち陣やらせてくださいよ。あ、やりますか。60時間で万枚目指すリラックマで。やってましたね、エウレカ。いや、エウレカやったです、桜大戦。あ、桜大戦、ごめんなさい、この間やったんですよ。そうですね、はい、あ、ちょっとリラックマでやらせてください。リラックマでやったら多分途中寝てますよ。あの、本当に通常時、あの、ダラダラしてる絵しか見てないんで。あ、まあ、リラックス自分もダラダラしちゃうんで。あ、そうですね、もうしょうがないですよね、はい、もう苦行、荒行なんで。あ、じゃあやらせてもらっていいんですか。はい、やらせてもらっていいんですか。あ、今度じゃあオファーします。はい、あ、わかりました、はい、ということで今うちにリラックマ決定。決定。こんな流れで決まっちゃいましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、三協さんの解説をしてもらったのは大泉さんでした。そうですね、ありがとうございます。次がですね、サミーなんですけど、はい、ここまでの流れを見て背景に何か気づきませんか。なんと我々ですね、五十音順を逆から来てるんですね。なんとやってしまいましたが、うん、まあよくある話ですよ。よくある話です、はい、我々はね、そういうのよくおかし気味ですからね。そして次が三協さんの次は何ですか、あれは。これはハクション大のあくびちゃんってことは、デジテンのあくびですね。サミーさんですね。はい、サミーさん、あとデジテンのオリンかな。オリンですね、はい。まあ、これもオリンはもうあれ両方とも市場に出てるよね。出てます。はい、まあ、オリンといえば後ろの方にスペシャリストさんがさっきまでいなかったんで。そうですね、インタビューはできませんか。そうですね。はい、また後ほどという感じですね、はい、なるほど、はい、ここまでのちょっと島をまた振り返ってみると、まあ並びこんな感じですね。そうですね、ちょっと、少し並べば、打てる。そうですね、感じになってるんですけども、はい、ここからターンして次逆に食うと、いやー、すごいこの人だかり。さあ、この人だかりの基地なんでしょうかね。いやー、もちろんね、決まってるじゃないですか。銭形ですよ。銭形AKB 銭形ですよ。ってことは、AKB チーム Z の京楽さんの、はい、京楽さん、リピバリンゴ銭形ヘイジービズチーム Z、 そうですね、の並びがすごいですね。すごいですね、はい、人だかり。いやー、もう京楽さんもちょっと見当たらないんで話を、うん、聞くのも何かな。あ、見当たるかな。あ、いや、でも京楽さん、いや、違うかもしれない、わからないですね。わからない、ちょっとわからないですね。なんか話を聞いてみたい気もするんですが、どなたかわからないということ。担当の方がちょっと見当たらないので、そうですね、はい、スルーさ さあ、京楽さんと並んで人だかりがあるのが、なんと奥村ゆうきさんの、おお、あ、あち高校、あち高校とマジカル様なんですね。ちょっと近づいてみましょうか。はい、ちょっとすみません、失礼します。はい、これが、これ全面液晶ですね。そうですね、はい、あのスロットと、はい、なんかパチンコの融合みたいな形になってます。なるほど、
これは注目ですね。まあこれは、はい、もう市場に特急に出てます。あ、そうですか、はい、全然知りませんでしたすみませんでした。ということで次行きましょうか。あ、次行きましょうか。次なんと我々がお世話になってます。そうですね、ますね。エース電機さん、エース電機さん、はい、エースアクティブアミューズメントさんですね。はい、そうですね。いたずらのキスと、はい、上前今の釣りが出てますけど。なるほど、これも両方市場には出てますよね。出てますね。あ、でも吊るしていいですか。いいんじゃないですかね。あ、ちょっとおすすめですということでね。次はビッグシューターなんで。そうですね、ちょっとすみません、失礼します。ビッグシューターってことは、はい、何ですか、平和戦ですか、平和ですね、と思いでしょうか。54順に並んでるってことはアムテックスなんです。アムテックスは平和のセカンドブランドで。そうですね。いやでもこの音聞くと懐かしいですね。胸が踊るというか。あれ、ピネヤマ氏はこれ打ちましたか。いや僕打ちましたけど、僕近所に、はい、3年か4年ぐらい前に導入された、はい、普通新基準のビッグシューターがまだあるんで。あ、なるほど。そっちを打ってたりしますね。あ、なるほど、うん、どうですか、うん、こう打ってみて。正直な話ですね、こっちよりは前の方がいいかなって感じはします。あ、まあ、それは慣れなんですけど、はいはい、なんというか、うん、正直お店の調整でいい思いをしたことが一個もない。そういう問題かい。機械関係ないっていうね。あ、でもこれちょっとグーがこうなってんのがちょっと嫌なんだけど。俺こうなってた方がいいんだけど、こういう風に。まあそうなんですよね。宇宙服着てるんですけど、まあ、なんと、下半ズボンなんですよ。さすがこの辺りがですね、アムテックスさんの、その何でしょうね、センス、こだわり、こだわり、なるほど、こだわりの半ズボン、こだわりがいいですね。ということで、パチンコの方ですね。そうですね、一通り見てきましたけど、はい、なんとここから左に移るとちょっとこれコンセプト機なんで、本当は豊丸さんのローテイルっていう新機種があるんですけど、はいはい、なんと残念なことにコンセプト機ですね。そうですね、映せないですね。スペックを言っていいのかな。スペックは言っていいんだよ。口頭だったらいいんじゃないの、わかんないけどね。スペックは小級 5&3&7&15 なんで、なんとスタートの持ちがいいと。そうですね、午後小級 で、 そうですね。で確率が、はい、定額で219分の1かな、はい、で結構当たりやすいんですけども、で14ラウンドの比率が、96%。 14ラウンドの 96% だとすごいな。だから1500発ぐらい出るかもしれないですね。そうだね。でもう一つが15ラウンドの 4%、 あれ 4% ですね。え、何、どういうこと。 14ラウンドと16ラウンドですね。14ラウンド約1470発が 96% の、16ラウンドが1800発、1600発か、1685が 4% なんですけど、ここまで聞くとなんでいい機械なんだなと思いますよね。そうですね。ってことは何がか削られてるわけなんですけども、何が特徴なの。核変が核変継続率なんと 25%。 低い。しかし、200分の1で当たると。なるほど。しかも特化機もないと。ほうほうほう。しかも時短もですね、30回、50回、100回と3分の1ずつの振り分けなので、おうおうおう、100回を引いたら、ほう、時短中でも連チャンしちゃうかなと。なるほど、うん、そういう機会なんですね。そうですね。素晴らしいですね、ピネヤマ氏。いつそんな勉強してきたんですか。いやー、空で言ってますけどね、僕は。ということで、ちょっと一通り戻りましょうか。そうですね、はい。僕はコンセプト機なんで映せないので。そうですね。どうしましょう、アンケートコーナー見に行きますか。アンケートコーナー見たってしょうがないよ。アンケートコーナーの入り口だけ見に行きますか。あ、そうですね、一応ね。なんとですね、アンケートコーナーという、示唆した人には、アンケートコーナーというところで、はい、アンケートを書かないといけないんです。そうですね。なんかこう、試験会場みたいになってますけど。今、そうですね、免許の更新みたいになってますね。そうですね。免許センターみたいな感じに見えますけども。あ、辻さんがいらっしゃいますね。辻さんにちょっとお話を。すいません、酒パワーと申しますけど、よろしいですか。はい、マイクをちょっと近づけてもらって。はい、はい、はい、何でしょう。今日はお手伝いですか。そうですね、スタッフとして今日は来てます。はい、あ、そうなんですか。はい、あれ、なんか役員かなんかやってるんですか。あ、僕は西宇宮ではないんですけど、東京の方から、はいはい、スタッフという形で。あ、そうなんですか。はい、今日は二日酔いですか。そうですね。あ、そうなんですか。はい、昨日も飲んでた。一緒で。はい、あ、そうですか。はい、またちょっとお酒パワー出てほしいですね。はい、出ていただきたいんですけど、カジノはその後どうですか。あ、今も続けて東京の方で、はい、カジノ研究会っていうのを続けておりますし、はい、来月もちょっとシンガポール行ってきますんで、はい、その話を今度できたらなと。あ、そうですか。はい、ぜひね、ちょっと、まあ、最近おふざけ路線がちょっと過ぎたる酒パワーだったので、真面目な話をちょっと、そうですね、はい、伺いたいと思うので、また次よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、
あ、こっちかな。あと何ということで、さっきパチスロのコンセプトをね、半分しか見てないのでもう半分見に行きましょう。そうですね、コンセプト機じゃない、はい、現行機を、はい、ちょっと こっちは電波が弱いんで。あ、そうですね、ですね、はい、あの 大泉さんのところからです。はい、大泉さんのところから、いや、日暮らしからですね。これはちょっと三協さんに聞きますか。そうですね、すいません、三協さん、ちょっと、はい、はい、ちょっと大泉の機械の説明をお願いしたいんですけど今回の機種はネットで世間を探してる、はい、パチスロリラックマ、あ、じゃあ、ハネスロリラックマを今日持ってきました。全然日暮らしが泣く頃にって書いてあるんですけどリラックマどこなんですか、本当リラックマは今日はまだお見せできない、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、残念です。楽しみに。ああ、そうですか、はい、あの方うまいですか、今売ってらっしゃる方。めちゃめちゃうまい。マジですか。もう席が空いた瞬間ルンルン気分で座られましたから。ああ、そうですか。もう私の嫁はコロナになったみたいな。ああ、先ほどあの人失策エスト2売ってましたけどね、はい、結構うまい方ですね。ああ、なるほど、ありがとうございます。ちょっと次の機種の予定は、リラックマの次は何ですか。リラックマの次は、はい、同じくハネスロで、はい、林屋。え、林屋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 ペイ、林屋ペイパー、あ、じゃあそっちじゃないです。あ、そっちじゃない、何ですか。三平の方です。え、三平、三平、あ、三平、あ、が次ハネスロで、はい、あ、なるほど、期待したいですね、はい、じゃあそれもうちじによろしくお願いします。あ、ごめんなさい。じゃあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございますはい、ということで大泉さんでした。大泉さんの次はなんと、あの飛ぶ鳥を一球落とす勢いの、そうですね、5号機になってからペイ電子、静電子、ペー電子、ペー電子、北電子ですね、あ、ペーね、そうそうそうですね、北電子さんです。まあ、特にいいんじゃないですか、別にここは変わってなさそう、はい、ネットさんですかね。はい、ネット、ハルメイス2、うん、これもまあ導入されてれば別にいいでしょう。いいですね、はい、その横が、はい、三国無双、オリンピアさんですか。そうですね、オリンピア三国無双、まあ並び的には平和枠で、そうですね、並んでるのかなと思いますけど、結構ね、さっき 2,3 人に聞いたら三国無双意外と打ったことのないっていう人がいて、打ちに来ましたという人が何人か、もう 2,3 人ぐらいいたんで、意外と導入されてないからちょっと気になってるっていう人は多いみたいですね。なるほど、はい、気になるあの子って感じですね。そうですね、すいません、失礼します。さあ、気になるあの子の次は何ですか。おー、これはスゴ人ですね。あるぜ、あるぜ、ユニバーサル、ユニバーサル、はい、ブラックリールなんですね、初めて見ましたけど。そうですね、はい、これまだ導入されてませんか。導入されてるんですけどもね。ええ、そうですね、はい、なかなか。お、そして次、サミさん。まあ、我々の大好きな桜大戦の代わりにといったなんですけど、ね、そうですね、ろくでなしブルースですね。ろくでなしブルースはこれ音声入れるアニメ化は初めてですか、スロットが。っていうふうに言われてますけど、そうですよ、もうね、そうですよね、まあ、ちょっとイメージに合うのかどうなのか。もう導入は始まってますよね。始まってます、はい、私まだ打ってませんけどもね、うん、皆さんぜひね、はい、お近くのホールで、はい、打ってください。はい、次、舞姫、岡崎、いいんじゃないかな、はいじゃあ次、花花、サンサン花花ですか、これ。あ、花花スペシャル、スペシャル花花、スペシャル花花。あ、すいません、ちょっとインタビューお願いしたいですけど、いいですかいいですか、何でしょう、はいちょっと自己紹介を。はい、パイオニアの山下ですこんにちは、はい、どうですか、FC 東京の調子は。いや、今日練習試合なんですけど、はい、まあ、そっちがちょっと気になりますね嘘です。ああ、そうですか。今日機械の売れ行きはどうですか。これ今日展示してるのは花花スペシャル、スペシャル花花2、ね、はい、あ、そうですか。売れ行きどうですか。おかげさまで、はい、はい、1万台ぐらいはぼち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 、はい、おー、好調ということで。ちょっとあの液晶付き機械はいつ頃発売する予定なんですか。いやー、ちょっとね、永遠のテーマですよね、はい、永遠のテーマあ、まあ現状ではまだ予定なしということで、全く動かないですからね、あそこ、うちのは、まあ、その分あのハイビスカスが、はい、いっぱい光ってくれますんで。あ、なるほど、はい、今回のスペシャルハナハナ2のこうなんかこう特徴みたいなのを教えていただきたいんですけど、まあ、あの基本的には、はい、まあ、はなはなですから、はい、変えないところ、はい、もうこれまでのいいところは全く変えずに、はい、まあ、ちょっと、はい、確率とか、はい、子役 の、はい、あの出し方とか、まあ、はい、そういう体感的なところをちょっと、はい、どん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 練り直して、あ、なるほど、練っていってるっていうところの現在の、はい、
完成形ですね。なるほど。これからもどんどん進化していきますので、あ、じゃあそちらもちょっとご期待いただきたいです。あ、じゃあ今までの、まあ、花花とか打ってる人はちょっとこれ例えば辛いかなとかちょっと甘いかなっていう感じ方をするケースがあるかもしれないですね。そうですね、はい、あ、その辺、まあ、その辺でまあちょっとずつ、まあ、いいところは残しつつちょっとずつ変えててますので、はい、マイナーチェンジみたいな感じで、はい、皆さんのお好きな花々を見つけていただきたいなと思います。なるほど、かしこまりました。ところで長友さんインテルに移籍しましたけども、まさかね、去年ユニフォーム2人で着てねやった頃にはそんなことになるとは。そうですね、あれは嬉しいですね。思いませんでしたけど。そうですね、はい、まあそこはちょっとレギュラーいけそうなポジションですからね、左サイドバックは、はい、使ってあげてください。そうですね、まあ、ちょっと 3年首相がねどうしてもあの居場所がなくなっちゃうんですけど、はい、またサッカー談義でも、はい、ちょっと酒場合また来てください、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ということで、ということで機会は一通り見ましたけど、どうします、なんか業界関係者と主催者側さんにインタビュー行きますか。はい、あ、そうですね、司会をしている方が裏にいらっしゃるんですけども、どこですか。はい、アスベルフェスタのあの辺は主催者側ですよ。どの辺ですか、どの辺に突っ込めばいいですか。右側の腕章してる方とか。あー、ちょっとお話伺ってみますか。そうですね、じゃあ行ってみましょう。もう体当たりですね。すいません、サケパーと申します。ちょっとインタビューをお願いしたいんですけどよろしいですか。じゃあこのマイクを、結構音入りにくいので近づけてもらっていいですか。はい、これぐらい大丈夫ですか。はい、あ、じゃあすいません、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、日遊協の遊戯開発委員長の加賀美雅樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はすごいですね、盛況ですね。ありがとうございます。おかげさまでお客さんにたくさん並んでいただきまして、はい、お待ちいただいているぐらい盛況でございます。そうですね、今回は結構コンセプトマシンをちょっと設置っていう結構新たな試みだと思うんですけど、はい、結構行政の方とか問題なかったんですか、これは。問題ないということは申し上げられませんが、はい、いろいろと、はい、行政の方にも、はい、お話を通させていただきまして、はい、今回たくさんの機種を出展させていただきました。なるほど。でこれで、やっぱり打ってる方の意見なんかをこう吸い上げて、また次の機会につなげていこうという取り組みになるんでしょうか。そうですね、今回のパチンコスロット、はい、コンセプト機ともになんですが、はい、まあ、従前にホールやメーカー様の方で、はい、お客様のご意見を吸い上げたものを、はい、実際に機会にはいろいろと盛り込んであります。はい、でそれを打っていただきまして、はい、さらに今日アンケートで、はい、諸々の点、良い点悪い点、はい、お答えいただきまして、はい、今後の開発それからホールの遊戯機に反映していきたいと思っております。はい、あ、じゃあ今回のアンケート結果は日遊協の方からさらにいろんなメーカーさんの方に、その回答がこう配られるような形になるっていうことなんですかね。今回はほとんどのパチンコメーカー様、はい、それから日電協に加盟してみれるほとんどのスロットメーカー様に出店ご協力をいただいておりますので、はい、まあ、ほぼほとんどのメーカー様に、はい、今回の結果は届くと思っていただければ、はい、あ、なるほど、はい、結構でございます。あれ、今回ちょっといろいろな理由で参加されてないメーカーさんの方にも一応届くような形にはなるんですか。はい、日中協の方には、はい、団体加盟で、はい、日光祖さん、はい、それから日電協さん、はい、街道関係の、団体の方もご登録いただいてますので、はい、それらの方々には、はい、団体の方を通じて、はい、まあ、ほぼ全メーカー様には届くように考えております。あ、そうですか。じゃあまた機会がそれでより良くなっていく可能性があるということですね。はい、そう思います。あ、なるほど、ありがとうございます。でもちょっと私たちパチスロの方が結構多いんですけど、なんかスピーカー出力がついたりっていうのはちょっと新しいですよね。はい、はい、私もホールを運営しておるんですけれども。あ、そうなんですか。はい、ホールの中でですね、はい、音楽がうるさいですとか、はい、まあ、いろんな騒音があるっていう話をお客様から伺いましたので、そうですね、まあ、そういうことも踏まえて、はい、まあ、今回こういうものがあったらいいなというものを、はい、入れてみた一つであります。はい、あ、なるほど。ちょっとそういうのは本当に今回なんかチャレンジしてるなというようなところがあったんですけど、はい、何か逆にここをちょっと今回は見てほしいんだっていうアピールポイントがあればちょっと教えていただきたいんですけども。まあ、先ほど申されましたように、はい、その遮光性とか、はい、まあ、スペックだけではなくて、はい、例えばプレイする環境ですとか、はい、まあ、スロットのですね、例えば目押しができないっていうニーズがあったとしたら、はい、それをこう対応できるような、はい、まあ、ことを我々考えて、はい、まあ、お客様によりよく遊んでいただこうっていうのが、はい、まあ、得意点というか得意するべきところでしょうかね。はい、そうですね、はい、まあ、それをちょっと改善していけないと、まあ、この先ちょっと厳しいかなっていうような、そうですね、危機感をみんな持って今回のこういうのに取り組んだという形で私は伺ってたんですけど、はい、それでよろしいでしょうか。そうです、その通り、おっしゃる通りです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと次回開催予定をちょっとお伺いしたいんですけども決まってますか。はい、
こういう形で開催するかどうかっていうのは、はい、まだ未定なんですが、はい、まず、日遊協としては、はい、各支部活動の一環として取り入れていく構想はあります、はい、なるほど。で、一般のお客様に関しては、はい、今回 のアンケートの結果を踏まえて、はい、我々で精査させていただきまして、はい、まあ、ご好評であれば、はい、また今後どこかで開催していこうと考えております、はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっとファンとしてはこういうなんかこう寝台とかに触れるきっかけっていうのはあんまりないと思うので、ぜひやっていただいて、いろんな意見をね、こうちょっと言わせてもらえる。東京だけじゃなくて他の地方とかね。そう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 、東京だけじゃなくてという意見もかなり出てましたので、まあその辺は予算の感覚から見てですね。はい、私は名古屋在住ですので、あ、個人的には名古屋でやりたいんですけれども、あ、でも名古屋なんかメーカーさんたくさんあるんで、はい、あのやってもおかしくない環境ですけど、そうですね、あんまりそういうのを開催っていうのはされないケースが多いですよね、企画はしておりますが、先ほど申しましたね、ご好評であれば名古屋大阪九州北海道、なるほど、そういうところでやりたいなと。じゃあその好評の意見をもっとみんながバン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 送ってくれなきゃ、そうです、ね、開催されないんで送ってくださいということで、うん、はい、お客様、はい、良いご意見お待ちしておりますので、そうですね、はい、名古屋で開催するときはぜひ名古屋城でぜひお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お話いただきました。まあこんな感じでちょっとどん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 体当たりインタビューしていきましょうか、酒パワーで。どうしますか、一回戻る、はい、放送している方をインタビューしますか、松浦さんにしても、あの左手の、あ、そうですね、あの本業の方もいますけど、あ、すいません、ちょっとインタビューお願いしてもよろしいですか。すいません、インタビューお願いしてもよろしいでしょうか。酒パワーと申しますけども、はい、酒パワーと申しますけども、はい、はいはい、すいません、はい、マイク持ってください。なんなん自己紹介してもらっていいですか。娯楽産業協会の松浦です。いつもお世話になっております。どうも、協会主の松浦さんです。お世話になっております。はい、おります。なんか今、はい、今最強中です。昨日買ってきたばかりの最強パソコンを立ち上げようとしてますけど、はい、そうですね、昨日買ってきたばかりの最強、はい、最強のパソコンを立ち上げようとしてるところです、今。昨日なんか、はい、ちょっとうちの事務所に来た時に、いや買っちゃいましたってニヤニヤしながら登場みたいな、はい、おーどうもつけまえさん、そんなにかかったんですか、はい、あ、そうですか、はい、ちょっと後でインタビューお願いします、はい、そんな感じになっております、ね、すいません、はいはい、ということで本当知り合いが多くてよく声かけられちゃうんですけど、はい、いやそうですか、はい、これで、はい、あれプログラム更新中、はい、あれ放送はやってないんですか。今止まってます。あ、止まってるんですか、はい、あ、そうなんですか、はい、ちょっと休憩中ということで、ちょっと休憩中です。今酒パワーが独占生中継中ですよ。あ、いいですね、ライバルを競争として生きる酒パワーありがとうございます。本当鬱陶しいですよね。業界史からしてみると本当、はい、もう頼むからこっちに入ってくるなという。いやいやいや、我々報道ですんで本当にね、報道ですので、ね、本当鬱陶しいこと、はい、この上ない。ありがとうございます。本当に結構、はい、ちょっとメーカーさんもね、さっき話聞けたし、これからももっと聞いて、プレイヤーからもうちは意見をガンガン吸い上げていこうと思うんですけど、なるほど、はい、娯楽産業さんの今日のインタビュー目標何人ぐらいですか。インタビュー目標、はい、目標なんか決めてないですけど、とりあえず、はい、加賀美さんとインタビューできたんで、はい、酔っ払った一般のプレイヤーさんのがインタビュー、加賀美さんのインタビューして途中に乱入してくるっていう珍事件が発生しました。そういう面白い映像が見たい方は娯楽産業協会の録画を見ていただければ。おっと、はい、ナイスな宣伝ですね、はい、見ていただければと思います。そうですか、はい、熱すぎる おじいさんが、はい、俺に喋らせろっていう感じで乱入してきた。あ、いいですね、面白い映像があります。やっぱそういう熱い意見は、はい、ぜひこう多くの方に知っていただいて ね露出高めていった方がいいですよ ね、はい、そうですね。しかもまたそれがちゃんと的を得た意見なんで、はい、非常にいいおじさんでしたね。ああ、そうですか、はい、そのおじさんどこ行ったんですか。我々酒パワーも、あ、おじさんどっか今また後でいたら、じゃあそうですね、はい、ぜひちょっとご紹介いただきたいなというふうに思いますね、はい、まあ、ちなみに我々酒パワーは2000人目標です。そうですね、今日インタビュー、はい、2000人目標ですか。2000人です。それギャグとしてはかなり滑ってますけど大丈夫ですか。いえ、全然まあ間違いないと思いますね、はい、そうなんですか。じゃあありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。パソコンの立ち上げ頑張ってください。はい、ありがとう、頑張ります、はい、ということで、ご覧ください。あとですね、yeah. 最後に、yeah. まあ、深谷会長か、はい、もしくはコンセプト機の説明しているメーカーの方。あ、はいはいはい、あれそれは問題ないんだっけ。メーカーの人はいいんじゃないですか。機械はダメなんです。あ、なるほどね。ってことは、はいはい、メーカーの方を呼んできて、ちょっと機械の映らないところで説明を聞くか、はい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 、もうむしろ主催者理事長さんに直にいれば。あ、なるほど。深谷会長あの酒パワーご存知なんですかね。インターネット放送なんですけどで行きましょう。ああ、なるほど。深谷会長、インターネット生放送ご存知なんですかね。ああ、そうですか。まあちょっと見つけられればちょっと体当たり取材とね行きたいところですけど、
まあ、つけまえさんに話ちょっと伺いますか。そうですね、はい、あ、会長いますよ。え、どこに。あの白髪のあれ会長じゃないですか。あれ会長ですね。行きますか。行きますか。はい、ちょっと名刺渡していいですか。なあ、どうぞどうぞ。すごいですね、酒ファームこんな会長にいきなり体当たり取材を。あーダメだ。どういう会の高浜さんが。よく知ってるね。じゃあその挨拶終わるまで、あれ、もう挨拶を行きましょうか。失礼します。深谷課長すいません、失礼します。ちょっとあの酒パワーというインターネットの生放送番組やらせてもらってる千葉と申します、はい、よろしくお願いします。ちょっと、インタビューお願いしてもよろしいでしょうか、はい、あ、これマイクですね、ちょっと音が入りにくいので、口に近づけてもらっていいですか。はいはい、はい、すいません、今日はこのような会を催していただいてどうもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました、はい、あの我々番組ちょっとやらせていただいて、視聴者の方から非常にこう信頼打ちたい打ちたいというニーズをですね、たくさんいただいてるんで、はい、こういった会というのは非常に貴重なんですけど、はい、今後は結構こう定期的にやる予定とかはあるんでしょうか。まあ、あの今日のお客様のこの、はい、感動をですね、私たちもこの肌に感じてますので、はい、機会があれば、はい、これからも、はい、あの企画していきたいと思っております。あ、ありがとうございます、はい、素晴らしいですね。じゃあこう我々プレイヤー側からもどん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 今日面白かった面白かったよって意気をガンガン上げれば、そうですね、はい、次も可能性があると、まあ、あの時代が今非常に暗い社会になってますから、はい、せめて、はい、皆さん娯楽楽しんでいただいて、はい、明日の勤労のですね、はい、意欲を高めていただくようなことがね、はい、少しでも我々が、はい、あの協力できれば、はい、あの大変嬉しいと思っております。あ、なるほど、ありがとうございます。ですから大いに楽しんでいただきたいなと、はい、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとあの非常に聞きづらい質問とかをさせてもらってもよろしいですか。どうぞ。あの今ちょっとパチンコ業界の人たちとか、まあ、一部のプレイヤーの方とかがちょっとパチンコこの先残っていくんだろうかみたいな不安感とかを感じてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、はいはい、その、まあ、メーカーさんだったりホールさんだったり、組合のその上層部の方々はどのように感じてらっしゃるんでしょうか。はい、我々の産業はですね、はい、決してここまで、右肩上がりで来たわけじゃないんですね、はい、まあ、いろんなあの、はい、上り坂もあれば下り坂もあったわけです、はい、で今その剣ヶ峰にあるわけですから、はい、我々はこれから一生懸命大衆娯楽、はい、いわゆる原点、はい、あのここに書いてありますようにですね、皆さんが楽しんでいただけるような、はい、そういう娯楽産業の環境を作ったら、はい、私はこれから夢のある産業だと私は思っております。なるほど、はい、じゃあまたちょっと、マスコミ的に言うとイノベーションというか改革を起こして、さらにまた、大衆娯楽として皆さんに認知してもらえるように。そうですね、業界として、まあ、それにはまず明るく、はい、元気で、はい、健全な営業をするということが、はい、大切な私はキーワードだと思ってます。あ、なるほど、はい、でもだいぶ10年15年前と比較して非常に健全になったようなイメージが我々はあるんですけれども。いや、もちろんそうですよ。そうですよね、はい、すごく、はい、はい、まあ、ちょっと言っちゃ悪いんですけど、裏物とかもなくなりましたし、まあ、あんまりあれですよ、ね、暗いニュースっていうのは少なくなったような気がするんですけど、はいはいはい、これからもさらに努力していくというような方向性ですね。そうでないと社会から、はいはい、やはり批判を受けますので、はい、我々はそういう大衆が楽しんで、皆さんが楽しんでいただけるね、はい、エンターテインメント事業ですから。なるほど、ぜひ、はい、楽しんでいただけるような環境づくりをする。なるほど、それには不正が第一、はい、第一の敵です。はい、はい、なるほど、じゃあもう不正撤廃は、はい、命題ということですね、はいはいはい、ちょっとあともう一つお伺いしにくいことをお伺いしてもよろしいでしょうか。はいはい、会会長の、任期中に何かこれは具体的になんかこうやりたいなっていう明確 なんか具体的な目標とかは何かございますか。はい、今攻略詐欺とかですね、はい、不正問題がまだまだ後を絶たないところがあるんですね、はい、でこれは一生懸命今セキュリティ委員会でやってますけども、はい、まあ、ぜひ私はそういう不正事案とか、はい、悲しい事案がないような、はい、本当に健全な娯楽産業の環境づくりを、はい、私 の、はい、任務といたしております。なるほど、はい、じゃあもう不正撲滅ですね。はい、そうです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあすいません、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ということで深谷会長にインタビューさせていただきました。もう酒パワーはタブーを超えましたね。どうです
この質問項目は他のメディアではできないから。だいぶ聞きづらいことを聞いたと思うんだけど。頑張りました、我々。頑張りましたね。はい。いや、何も聞いてない。他はじゃあ、次どこ行きますか？次はですね、できればコンセプト機の説明をしているメーカーさんに、はい、その機種のコンセプトの説明と意図。なるほど。を聞いていただきたいですね。そうですか。コンセプト機。なので、はい。豊丸さんなんかどうですか？そうですね。豊丸さんいますね。ちょっと機械が映せないの で、 そうです、ね、カメラはちょっと、はい、今天井を向けますね。はい。でちょっと呼んできて、映らないところまで呼んできてもらえるとすごい嬉しいんですけど。ああそうですか。ちょっとじゃちょっと持ってて。マイクを、あ戦国さんちょっと持っててください。豊丸の方知ってるんでちょっと声かけてくださいね。今映せないのでアムテックスさんと、奥村すいません、サクパーの千葉です。ちょっとインタビューお願いしてよろしいですか？あちらになります。これは普通のビッグシュートマジですよ。ちょっとコンセプト機について、あコンセプトマシーンについてちょっとコメントいただきたいんですけどいいですか？こちらですちょっと機械映せないんでせめてメーカーさんの話ということで、あ、はい、こちらです。顔は映ってる。はい、はい、じゃあちょっとマイクを、ちょっとこれ声が入りにくいので、はい、口に近づけてもらっていいですか？はい、じゃあすみません、自己紹介をお願いします。え、自己紹介をお願いします。豊丸産業の奥山と申します。よろしくお願いします。今日は、コンセプト機、コンセプトマシーンの展示ということで、はい、機種名はあれはローズテールになるんですか？そうですね。 あ、はい、あれローズテールでいいんでしたっけ？そうですね、はい、はい、ちょっと、はい、今回ははい、まあ、当社の方では、はい、ナポレオンという機械からマイルド5っていう機械を出してるんですけども、なるほど、まあ、昇級が5個で、はいはい、まあ、継続率よりも1回の当たった時の出玉をちゃんと出るようにっていう形でコンセプトで作った。なるほど、はい、1回の出玉がじゃあどのぐらいになってるんですか？ですね、はい、まあ、図柄によってこう、ラウンドが違うようになってまして、はい、まあ、1470個とか、はい、1600個ぐらい出るんですけど、あ、14ラウンドと16ラウンドでちょっと違いますよ、はい、ということですね、はい、その1400と1600っていうのは具体的にどんな基準でそのぐらいの数値になったんですか？どんな基準ですか？はい、まあ、やっぱりどんな理由で、まあ、ラウンドはまあ確率との兼ね合いとかいろいろあるんですけど、そうですね、やっぱり大当たりしたときに、はい、ある程度一箱ぐらいっていうのを、はい、あ、そうですね、今ホールの箱ってだいたい1400とか、ちょっと少ないところだと上げ底で1200とかですもんね、はい、それはちょっといっぱいになるようにと、そうですね、いうような形 で、 はい、なるほど、継続率を下げたのは、はい、今はそれより当たりやすさを重要視した方がいいんじゃないかということで、まあ、今回のこの趣旨にもこのコンセプト機が合ってましたので、はいはい、この機種を選んで出展します。あ、なるほど、はい、ちなみにこういう機械は本当に今後こうリリースする予定はあるんですか？そうですね、はい、あ、そうですか、はい、あ、ちなみに豊丸さん次の機種何でしたっけ？次の機種はですね、はい、まあ、これになると思います。あ、そうなんですか、わ、はい、かりました、ありがとうございます。ちょっとうちの番組でですね、うちじにという企画をやらせていただいておりまして、はい、スロットで60時間打ち続けて万枚を目指すというのをやってるんですけど、はい、パチンコでもちょっとやらせていただきたいんですけども、はい、ぜひ豊丸さんのご協力をお願いしたいんですけども。それは どういう企画になるんでしょう？パチンコで、はい、5万発を目指すにしますか？そうですね、はい、共産の保証で、はい、っていうのをショールームで60時間かけてちょっとやらせていただきたいんですけども、それは本部長に聞いた方がよろしいですか？そうですね、あ、じゃあ、はい、本部長すいません、お願いします。あ、勘弁してくれということなんで、じゃあまたちょっと後日アタックさせていただきたいんですけども、はい、今後のちょっと今年の豊丸さんの、コンセプトというか明確ななんかこう、はい、お客様に訴えたいような、はい、そういう言葉とかはございますか？あるいはない？そうですね、はい、まあ、この機会もやっぱり1回の出玉っていうのにある程度こだわってってるんですけど、はい、まあ、そういった部分にちょっとこだわった機械っていうのは、はい、いくつか出てくる予定です。あ、なるほど、じゃあ、まあ、いろいろスペックでも大当たり確率とか継続率とか昇級とかあると思うんですけど、はいはい、その中で、1回の大当たり個数にちょっと今年は注目してやっていこうと。まあ、そればっかりではないんですけども、はい、まあ、その中で1つ、はい、まあ、そういった考えのものも出していきたいなっていう。そういうね、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、ちなみにローズデールの次は何ですか？はい、
ローズテールの次は何ですか。わかりました、はい、じゃあまた分かったらよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お話しいただきました。一通り見ましたね。はい、まあ、あの豊丸 の、 あの今お話しされた方結構画面から撮れてからちょっと冷や汗かいたみたいなジェスチャーがありました。そうですね、まあ、酒パワーは本当にそんなことまで俺は分かんねえよみたいなことまで聞きますからね。さあさあさあ、あとはそうですね、広沢さん、広沢専務理事にちょっとお話を伺ってもよろしいですか。どうぞ。失礼します。すいません、ちょっとお話お伺いしてもらう、あ、すいません、ちょっとご挨拶をさせていただいて、ちょっと業界のためにお願いします。酒場と申します。いや、担当じゃないですよ、今度あれ、はい、ホールのバックヤードとか取材させてあげて、ホールのバックヤードいいんですけど、はい、これだって担当じゃないですか。いや、関係なしに、サップの社長として、はい、いろんな方にお話を伺ってますので、業界のためにそうですね、お願いします。じゃあご挨拶だけでも、はい、はい、すいません、ちょっとこれ声入りにくいので近づけていただいてよろしいですか。はい、何をするの。自己紹介をまずお願いしてもよろしいですか。三協の阿部と申します。はい、よろしくお願いします。三協さんはあの埼玉のホールさん、そうです、ですね、埼玉、東京、はい、神奈川、それとあと山口県でお店やってます。結構店舗数ございますよね。そうですね、今19、20になるのかな、20店舗、はいはい、素晴らしいですね、はい、あの三協さんの、運営するため、するにあたってのお客様に一番訴えたい、コンセプトというかそういうものをちょっとあったら教えていただきたいんですけど、はい、我々はなるべくその、はい、粗利を少なくして、はい、なるべくお客様に多くの出玉を返したいっていう、はい、そういう思いで営業をしているっていうのがもうポイントですね。薄利多売ですね、はいはい、あの機械とかの入れ替えはあんまりなんかこう多くなくなってきたようなイメージを受けるんですけど、うちはもともと少ないです。そうですよね、少ないほうですね。はい、その機械代を買えばその分お客様からいただかなきゃいけないんで、はい、なるべく無駄な機械は使わない、はい、で使えるものは中古でもなるべく多く使おうっていう考え方をしてます。その分やっぱりお客様に、はい、やはりあの出玉でお返しするっていうことが一番お客様にとっては、はい、いいことじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、素晴らしいですね。我々もちょっとあんまり粗利を ちょっと捉えちゃうと小遣いが少ないんで、そういうコンセプトも非常に嬉しいなと思うわけなんですけど、はい、何かちょっと今年、まあ、業界のためというより、まあ、自社のためにやることが業界のためだったりお客様のためにつながることだと私は思ってるんですけど、なんか今年はこういう目標を達成したいなとかそういうのはございますか。そうですね、具体的に、まあ、業界としてはやはりもうちょっとね、我々がやってることを、はい、一般の方にねどう知っていただくかっていうことを、はい、やらないとですね、ええ、例えば、まあのめり込んじゃった方に対してね、はい、要はそのサポートをしてるだとか、はい、やはりそういったことをなかなか、知られずに、はい、なんていうんですか、パチンコいらないっていうふうに、はい、一方的に言われる方も多いんで、はい、やはりそういった活動についてもう少し知っていただくようにしたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、ちょっと業界内じゃなくて業界外へのアピールというか、あの広報活動はちょっと少ないようなイメージがちょっとありますよね。どうしても、はい、あの業界内へのアピールが優先されてしまうところが多いと思うんで、そうですね、それをぜひ入っていきたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、あの我々個人でシャレでちょっと番組やらせてもらってるんですけど、はいはいはい、そういうなんかあの歌いたいことを伝えられるようなものになれればいいと思いますので、はいはい、もうぜひ今後もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでお話いただきました。すごいですね。あとどうします、可能だったら一般参加者の方も行きたいんですけど。そうですね、会場の外に大物がいたい。じゃあ会場の外の大物はインタビュー OK なんですか。じゃあ行ってみますか。だから電波があるんで、はい、会場のあれといってもちょっと出たぐらいしか行けないんですけどね。そうですね、ちょっとあの切れちゃったらごめんなさい。誰ですか大物。ちょっと紹介してください。大物紹介してください。おっす。いやどこですか。森谷さん。あ、森谷さん、森谷さんというとあのもしかして大黒電機の。あ、大黒電機の出店出てるんじゃないですか。出店、あ、本当だ、ソフトクリーム。ちょっと電波の届く限りちょっとソフトクリームでもらっちゃいましょうか。ちょっと行ってみましょうか。ソフトクリームいただいてみましょうか。あ、じゃあちょっといいですか。いいよ。お願いします。岡林さんです。どうも。はい、お疲れ様です。今日は、どういった形で、この大会じゃないイベントに関わってらっしゃるんですか。
あ、ちょっと自己紹介ですね、その前に。現代エージェンシーの岡林です。はい、なんと現代エージェンシーさんですね。はい、素晴らしいですね。私も上場企業で勤めてみたい。今日はどういう形で、今日は運営を、はい、やらせていただいております。あ、なるほど。企画運営です。はい、企画運営の方で、はい。どうですか、こう、ちょっとお客さんの入りは予想と比較して。予想よりたくさん来ていただいてて、本当に。あ、そうですか。ありがとうございます。あ、本当にじゃあファンの方の期待がすごく大きかったということですね、やっぱり。そうですね、はい、アンケートも結構皆さん答えていただいているので、ええ、今後はい、まあ、遊戯機の方の開発のですね、はい、まあ、土台にして使わせていただければなというふうに思っております。なるほど。すごい、現代さんって広告代理店さんですけど、やっぱこういうこともよくされたりするんですか、イベントの企画とか運営とか。そうですね、はい、パチンコ業界の広告代理店として上場させていただいておりますので、はい、その部分で、はい、いろいろと業界との関わりは深い部分がありまして、はい、何でもするようにしております。なるほど、はい、ありがとうございます。何か最後にちょっと小林さんえ、もうちょっと聞きづらいこと聞いた方がいいですかいいですか、今日この辺にしておきますか。許してください。はい、ありがとうございました。わかりました。アイスクリーム食べてください。あ、わかりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ということで岡林さんでした。ちょっとじゃあアイスクリームいただいていいですか。すいません、アイスクリームをいただいていいでしょうか。え、あー、じゃあ佐々木さんちょっとお話を、ちょっとこれ声入りづらいので近づけてもらっていいですか。じゃあちょっと自己紹介をお願いして、はい、よろしいでしょうか。漫画パチンカパチスロパニックセブンゴールドで連載しております佐々木